の大自然の中でのバッと整い最高。こんにちは、えっちゃんです。今日はサウナの森水沼ビレッジに来ました。ということで、ここ都内から2時間ちょっとで着くんですけど、群馬にあるすごく自然豊かなキャンプ場というかビレッジになっております。この水沼ビレッジ、何がすごいって、とにかく施設が綺麗でサウナがめちゃくちゃいっぱいあるの。プライベートサウナ、バレルサウナ、テントサウナなどなど、いろいろありますんで、とにかくね、いろんなサウナ楽しみたいと思います。今回は泊まりでね、プライベートサウナ使えるので、そちらの紹介と、あと日帰りでも一応こちら楽しめますんで、日帰りで使えるバレルサウナなんかも紹介していきたいと思います。とりあえずね、今日泊まるこちら、もう見えてるね、すごすぎるよね、贅沢なビレッジ紹介していきたいと思います。すっごい、めちゃくちゃ豪華だよ。うわ、すごいすごい、え、広くない？ちょっとすごいよこれは。ハンモックとかあるし、これはこれは、キッチンもあって、すごいね。こっちは、あ、洗濯機とかもあって、お風呂もね、洗面所も、いや、めっちゃ綺麗、すごい、いや、めっちゃすごいね、これは。やばい、来た甲斐がある。いやいやいや、すごいね。なんかお部屋でハンモックってちょっとね、贅沢だよね。はい、キッチンは、こんな感じでめちゃくちゃ広い。いやー、これは贅沢な空間だね。で、ここね、大きい部屋なんですけど、今回ね、ヨッピー夫妻とかね、お友達みんなで来てるんですが、こちらが男子部屋、こちら1、2、3、4つ、大きいベッドだから、家族とかだったらってか、まあ一応2人で寝れそうな感じのベッドが、2つとシングルベッドが2台って感じですね。最大6人ぐらい泊まれそう。めちゃくちゃ広い。そしてこちらの楓っていう方が、今日私が泊まるところです。こちらにですね、女2人とキッズ2人で泊まりたいと思います。こちらもですね、見て見て、ハンモックがあったりとか、中を見てみると、じゃん、こっちにもですね、しっかり広々キッチン。ベッドは一応こちらの部屋2台なんですけど、あの大きな2台プラス押し入れにですね、エクストラベッド、あの予備のベッドもありますんで、最大4人ぐらいで泊まれるかなという感じです。いや、もう待てないということで、着替えて一旦ね、サウナ行こう。はい、ということで、早速着いて早々サウナタイム。こちらはですね、サウナが1、2、3個もあるんですが、デイユース、日帰りの方も使えるサウナになってます。本当にね、広いし、まあ、ちょっと紹介したいんですけど、こちらね、まずこれね、薪サウナありますね。で、水風呂もさ、こんな大きいのから1人用のやつが3つあったり、テントサウナまであるんですよ。こちら、あー、もうなんかあったまってそうですね。テントサウナもあって、こちらバレルサウナ、中チラ見してやりたいと思います。うわ、いいぞ。うわ、もうあったかい。あ、すごい、もうあったかいし、中めっちゃ広いですね。全部最高なのでは。で、もちろんですね、整いスペースもしっかりあります。整いスペースはこんな感じでですね、大量のサウナのね、椅子が、サウナチェアありまして、
でハンモックもあるんですよ。だからめちゃくちゃサウナで整った後ゆっくりできるっていうね、こんな感じ。はい、こんな感じでね、いろいろ揃ってます。とにかく広いし、もうゆっくりできるね。あ、もしかしてここってさ、焚き火して整えるスペースなのでは。これは暑いね。まずはバレルサウナ入ってみますか。ちなみにグランピングや日帰りで利用できる更衣室、こちらもですねすごく綺麗。シャワールームが 1,2,3 個もあって、もちろんですねリーファのドライヤーなんかも置いております。アメニティもあってロッカーもしっかり複数あります。プライベートサウナもこんな感じで、薪サウナのねでっかいサウナがあります。なんか見てみましょう。よいしょ、あっちー。そしてめっちゃ広い。こんな感じでですね、薪サウナがあちあちにあるわけですね。そして水風呂もこんな感じであります。キンキンに冷えた水風呂1個目、2個目も実はあります。こちらには温度がちょっと高めの水風呂もあります。ではね、夜こちらは入りたいと思います。ではバレルサウナ失礼します。よいしょ、あったかい。あららら、ら、はい、こちらもですねセルフロウリュできます。失礼いたして、失礼します。まださっきね温めてもらい始めたばっかりなんで、温度は今70度ぐらいかなという感じなんですが、ここから爆上がりしていきます。バレルサウナね、基本的にこれぐらいの広さがベーシックなんですが、6人ぐらいは入れます。まあ、まず1周目はねゆっくり入りたいと思います。なんだかんだね、どんどん上がってきてる温度が。あれね、お友達とかと一緒に来て、もう貸し切り状態だったらおしゃべりしながらも入れるだろうし、何よりこの水沼ビレッジの周りが本当にね山がすごくて、で近くに川もあって自然豊かだし、鳥のさえずり、なんか虫の鳴き声、川の音も聞こえるような聞こえないような、とにかくね自然豊かでねリラックスできるのがもう最高。私ね自然大好きだし、こんなね自然に囲まれた状態でこんなに綺麗なサウナはねなかなか入れないんで、すごくありがたいです。森の中だとねやっぱりちょっとね綺麗度が下がっちゃうことが多いんですけど、ここめちゃくちゃ綺麗。はあ、汗いっぱいかいてきました。バチバチに、まだまだ汗かくよ。だいぶ汗かいたんですけど、ちょっとねもう一個の方もねチラ見したい。こちらでお水でも一杯飲んでからねお邪魔したいと思います。サウナでは水分補給が大事。うまい、キンキンに冷えてやがるぜ。こちらね薪サウナになってて、ちょっと中見てみましょう。はい、こんな感じでですねがっつり薪サウナなんですが、広い広い、何人入れるかなっていうレベルですね。そんなところを今は貸し切りで使える、最高。はい、ということで今日はキッズも参戦、イエーイ。お手手何つけてんの？これ。はい、ということで子供もね入れるし、プライベートサウナもあるから安心して家族でも来れますね。ね、はい、このボーイはですねサウナといえばヨッピーさんの息子ですね。可愛すぎるでしょ。
ヨッピーの遺伝子って若い時こんな可愛いの？見えない。見えないよ。あれ？違う。水遊びすんの？え？ああ。可愛すぎる。変な顔。一緒に遊びながらサウナ入りたいと思います。やばい。めっちゃ汗かいた。でね、水風呂、さっきも言ったけど、この大きいのと、この一人用みたいなのがあるわけですよ。まあまあ、自然に囲まれながら入りましょう。水風呂になってます。こっちの方が私は好きかな。でね、こちらにサウナチェアがいっぱいあるんですよ。うわー最高。見てよ、この大自然の中でのバクトトノイ。これがさ、昼も夕方も夜もできんだよ。あ、夜はプライベートサウナの方に入りたいと思ってます。いや、そっちも楽しみだな。そしてサウナの後、サ飯は今日はバーベキュー。それもめっちゃ楽しみ。しばし整います。よし、2周目3周目して肉食おう。はい、サウナに1回入りまして、バーベキューの前にですね、歩いてすぐ横にこんな感じでですね、立派な川があるんですよ。ちょっとね、降りられるとこまで降りて川を眺めていきたいと思います。立派な橋と川でちょっと景色いいかも。こんな感じにですね、奥までずっと川、すごいね。なんか生き物とかいないかな。生き物探そう。生き物ちょっとね、やっぱさ、生き物系 YouTuber の皆さんと仲良くしてから生き物がもう見つけられるんじゃないかと思っちゃうの、こういう川とか来ると。バーベキューできるみたいですね。まあ室内なんでね。でメニューもね、こんな感じでいろいろあります。ラッポギとかいいじゃん。パエリアとかいいね。あ、ありがとう。これ何？ん？これは、これは鳥皿です。鳥皿。鳥皿。じゃあお腹すいたら食べよう、食べよう。乾杯しよう、乾杯。ありがとうございます。はい、お疲れ。
ていいですか。もちろんもちろん。いただきます。おいしい。ぽくないのか。ぽくないかな。何で食べるの。ちょっと待って。うま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 。可愛いね、あなた。ちょっとちょっと、そうそうそう、私より視聴率取ってかないでよね。可愛い。困る困る。画面に世界で一番可愛い生き物が映るせいで私が霞むんだけど。ちょっとあのソースバーに焼き肉のタレとかも。ああ、はい、うん、してるね。これはここプライベートサウナ夜失礼します。うわあ、薪もいい感じに燃えてまして、ロウリュ失礼させていただきます。上がる上がる、すごいわ。結構温度高いっすね。こちらのサウナ熱っ。やばいやばいやばい。え、本当に120度になるけど、本当にちょっと温度高すぎるかもな。熱すぎる。なんかさ、雨降ってきたんだけど、スコールっぽい。急に突然の土砂降り、1時間ぐらいで止むと思うんですけど、でもね、関係ないです。プライベートサウナは屋根付きで、もちろんね、更衣室やシャワールームも目の前にあるから、雨に濡れることなく楽しむことができます。本当にバーベキューからサウナ、すべてにおいて、全天候でも楽しめる施設になってます。なんなら、自然のシャワー。冷た、ちょうどいいかも。雨も、この雨の音すらもね、心地よく感じながら何周かしてぐいっとお酒でも飲んで最後まで楽しんじゃおう。おはようございます。いやめっちゃよく寝れたね。環境良かったわ。でね、朝になりまして、この施設、横にですね、昨日夜ご飯食べたバーベキュー施設と、あとカフェがあるんですけど、カフェの方で朝ごはんが用意されているらしいので、朝ごはん食べに行きたいと思います。